こんにちは、モノモースです。今日はちょっと重要な話をしようと思います。それは、子供の放置についての法律。あなたは、子供を一人で家に残して、仕事に行くことは虐待だと思いますかそれとも、それは現代社会の必然だと思いますか最近、埼玉県議会の自民党県議団が提出していた、子供だけでの留守番などを放置による虐待と定める、虐待禁止条例の改正案を取り下げると表明しました。この改正案では、保護者が小3以下を自宅などに放置することを禁じ、小4、6の児童に関しては放置しないことを努力。 義務と規定していましたしかしこの条例案は子育て世代からは子供の留守番やお使いができなくなるなど困惑の声も上がっていましたそしてその声に応える形でこの改正案は取り下げられることになりましたさてここで私の意見をお述べさせていただきます私はこの改正案の取り下げは現代社会の現実を反映したものだと思いますもちろん子供の安全は何よりも大切ですしかし現実には仕事と子育ての両立に苦しむ親たちがたくさんいますその現実を無視して一律に放置は虐待と定めるのは現実 席ではないと思いますしかしこれは決して子供の安全を軽視するという意味ではありませんむしろ子供の安全を守るためには社会全体で支える仕組みが必要だということを改めて認識するべきだと思います最後に私たち一人一人が子供たちの安全を守るために何ができるのか考えてみてくださいそれはこのニュースから会えるべき教訓だと思いますそれでは今日はこのあたりで次回もお楽しみに